作戦区域内に敵重要目標を確認した。戦闘開始する。はい、皆さんこんにちは。カタリウムのカタリです。カッコ仮需要なんかなくたってガンダムの内やっていきたいと思います。マップは北極基地、バトルエリアのないタイプ、私の好きなタイプですね。今回ゲルググ入れてます。まあ、とりあえず4向かっていこうかなと思います。ゲルググってあの銃撃のゲルググね。で、前回グレーデンだったのは F10 に戻しました。グレーデンもいいんだけどね、もうちょっと使いこなせればな。いかなる犠牲を払ってでも勝て。出撃しろ。これでそこそこいい位置でつくはず。指揮官から指示が届いているぞ。ライセンどうしようかなと思ったんですよね。なんかすげえ削られたぞ。ちょっとここで捨てたくないんで直しに戻ろう。10ポイントしか入ってないですか。自軍補給艦ビーコンが設置された。補給艦の誘導を頼む。どうすかな。指揮官から指示が届いているぞ。まあ、とりあえずコンテナを。さてどうしますかね。まあ4方面かな。3取ってはいるんだね。じゃあ7方面行ってもいいかもしれないな。私のために使ってもらうぞ。ちょっとこの辺がね気になるよね。指揮官から指示が届いているぞ。指揮官から指示が届いているぞ。どうすかな。微妙だな。自分の補給艦が誘導地点に到着した。あぶね。自分の補給艦が誘導地点に到着した。自軍補給艦ビーコンが破壊された。指揮官から指示が届いているぞ。ちょっとここでまた逃げるのもな。一機しか落としてないのか。自軍補給艦が誘導地点に到着した。
まあ勝ってるからいいっちゃいいんだけど、自分は良くないですね。間違えたぞ、間違えたぞ、間違えたぞ。どこへ出た。なんかすごい無駄な30秒みたいな。自分補給艦ビーコンが設置された。補給艦の誘導艦がすごいことになってるな。いいぞ、どうしてかな。6方面に行きたいとこではあるな。6もやっぱ押されてるよね。じゃあ6方面行きますか。自分補給艦が誘導地点に到着した。指揮官から指示が届いている。敵エース機の撃破に成功した。残念。やられた。ではではお次に参りましょうか。つか。ありがとうな。ちょっと無理かな。ありがとう。自分撃する機体を選んで出撃する地点を決めるのだ。まあ長かったからしゃあない。こいつか。出撃する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決めるのだ。指揮官から指示が届いているぞ。あれがあんだよな、ビーコンが。自分補給艦ビーコンが破壊された。自分補給艦ビーコンが設置された。補給艦の誘導艦死ぬわ。盾がもうないからな。このまま倒しちゃってもよかったかな。逆転されてんじゃん、どっかで。 KD で結構読んで食われてんのかな。指揮官から指示が届いているぞ。自分補給艦ビーコンが破壊された。自
自軍補給艦ビーコンが設置された。4がありだな。補給艦の誘導頼む。自軍補給艦が誘導地点に到着した。さて北をしますか。ビーコンも来たし、指揮官から指示が届いているぞ。補給艦が誘導地点に到着した。もう壊したいな。ダメだ、ビーコン丸まりだな。出撃する地点を決めるのか。出撃する地点を決めるのか。指揮官から指示が届いて、自分の補給艦ビーコンが破壊された。戦略兵器を指定された地点まで運搬し起動するのを期待しているぞ。もう取られてるし。補給艦ビーコンが設置された。補給艦の誘導艦、自分の補給艦ビーコンが破壊されたのです。指揮官から指示が届いている。こんなにやられた。あら、よし、やったぞ。自軍補給艦が誘導地点、弱いな。どうしようか、機体がないな。出撃する地点を決めるのだ。指示が届いているぞ。取られてるからな。いいな。やだ。自分補給艦ビーコンが破壊された。から指示が届いているぞ。自分補給艦が誘導地点に到着した。自分エース機は拒否する。これダメだ。敵だらけじゃないか。味方が全然いないんだけど、押されすぎてるな。出撃する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決めるのだ。指示が届いている。まず見えない、見えない。くそ、マップ見てる間に消せなかったマップが。今のはちょっとまずいな。まだ機体があるからいいけど。ビーコンが設置された。補給艦の誘導頼む。味方？こっちだよ。来い来いよ。自分補給艦が誘導地点に。もうね、3から2行こうよ。
まあ取らずに2つ取るんだよ、これこんだけ攻めてきてんの。指揮官から指示が届いているぞ。自分補給艦ビーコンが破壊された。勝てないね、ほんとジオン。出撃する機体を選ぶがいい。出撃なんで3から2行かない。指揮官から指示が届いている。放置で何してんだよ。3も取られてるじゃんかよ。バレるな。指揮官から指示が届いているぞ。お前何しに来てんだよ、クソロジャース。おとぎ話じゃねえ。カモが先に追いつけるか。いや、ボロボロじゃん、もうひどすぎるな。ちょっとどうにもなんないな。指揮官から指示が届いているぞ。持ってるだけだったら戦ってくれって感じだな。自分の指揮官が誘導地点に到着した。持ってるだけで一気失っちゃう核ならいない方がいいわ。自分補給艦ビーコンが破壊された。でも勝ち目ないな。ダメだ、誰も前出ないし、そもそも10人ぐらいしかいないじゃないかよ。なんだこれ、ふざけやがって。本当に勘弁してよ。指揮官から指示が届いているぞ。どっちから来る。敵戦略兵器の破壊に成功した。こんな試合見たことないですね。誰も前出ないじゃん。
じゃこりゃ。召喚だろ、ちょっと待ってやろ。開けろって感じだよね。まず開けろよ。成功した。全力で何だこれ、ひどい。2位取られただけじゃこんなになんないからね。もうほとんどがね諦めてるか抜けてる人も多かったら、ちょっとこれはねなんとかしなきゃダメだよね。B、 あ、抜けてる人はいないじゃん。1人いるかどうかだね。帰ってこっちの方が一人やってないけど、でもこれやらないで勝っちゃうからね。これはこれでまた問題なんだよな。ケリサちょっとあるけど、ほとんどケリサだよね。本拠点は入ってないわけだから。いやー、ひどいもんだな。個人の評価だ。あれ今何位だったんだろう。自分のも見なかったの。でも8ポイントもらえんですね。報酬を与えよう。開封するコンテナを選ぶがいい。ポイント自体は勝っても負けてもそんなに変わらないぐらいもらえてるのかな。最高10ポイントぐらいなんですかね。まあそれにしてもちょっとひどいな。完全に負けてましたね。気持ちの上でみんな負けてるって感じだったかな。そんな気がしましたね。お前は一人ではない。共に戦い勝とう。ハマン様だけでは共に戦おうとか言ってくれるのは。はい、ということで最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。